はようございます。おはようございます。午前6時半、はい、朝早くから作業が始まるという特産品作りの現場へ。ああ大好きです。あの小鉢に入ってるとね、やっぱりね、一番最初に手が伸びちゃいますよね。実際作っている現場は見たことあります？いや、作ってる現場はないですね。向かったのは西海市。お世話になるのは農家の上野哲郎さんです。いや楽しみです。今日初めて。頑張ってください。はい、結構あの柔道のものなんで。あ、やっぱりそうなんですか。そうですね。ちょっとかあの引っ張ったりあの干したりするのが結構体がきついもんで、はいはいはい、なかなか大変だと思いますけど、頑張って。はい、お手伝いさせてもらいます。よろしくお願いします。西海市で干して作る特産品といえば、もうお分かりになった方もいらっしゃるかもしれません。そう、断崖絶壁に建てられた櫓の上で作ることで有名なゆで干し大根。大根が旬を迎える冬の寒い時期に最盛期を迎えます。西海町主高地区にはおよそ30軒の農家の櫓が海岸線に沿ってずらりと並びます。このすごい場所に立ってますね、この櫓って。あの海岸にこう突き出て立ってるんで。すごく、なんでこの場所なんですか？北西北の風ずっと当たるような、ちょうどの方向に立ってるんですよ。潮風を浴びて乾燥させたゆで干し大根は保存食品になるだけでなく、実は生の大根に比べ栄養価も高いんです。 JA 長崎製肥西海支店によると、カルシウムはおよそ12倍、鉄分は15倍、食物繊維はおよそ20倍です。使っている大根にも特徴があるということで、まずは畑へ。こんな感じですね。うわ、すごい、めちゃめちゃ出てますね。出てますね。大根ってこんな風になるんでしたっけ？なんか私もっと地中に入ってるようなイメージだったんですけど。そうですね、普通の大根、これ専用の大根というか白首大根なんですよね。大栄大蔵大根、市場によく出回っている青首大根に比べかなり大きく、長いものでは1メートル以上、重さは5キロほどになるといいます。いろいろ試したんですけど、あのこの品種が一番あの茹で上がった時の仕上がりが綺麗なんですよね。黄金色になって、青首大根でやったらあの仕上がりが黒っぽくなるんですよ、糖分が高いんで。あ、そうなんですね。煮物なんかだったらよく味が染みやすいあの品種なんで、だから料理にはもってこいの品種ですね。早速収穫のお手伝い。まっすぐ上に引き抜くのではなく、斜めに倒しながら引っ張るのがコツ。ここら辺のだいたい畑の質があの赤土なんですよね。あー、そうなんですね。もんで割とふわふわしてるんで、土が柔らかいですね。そうですね。今年は暖冬に加え、適度に雨も降ったことで例年以上に大きな大根が育ちました。手慣れた手つきでどんどん収穫していく上野さんたちに少しでも追いつこうと頑張る佐藤アナ。しかし、あ、ごめんなさい、落ちちゃいました。こんな綺麗な断面も、すいません。ちょうどその辺にひびが入っとったり、あの間がちょっと腐れがあったりすればもうポキンって、そうなんですね。割れやすいんです。優しい、ありがとうございます。優しい上野さんに励まされながら、なんとか収穫作業を終えました。汗かきましたね。ですね。一風呂浴びたい気分です。いや、本当ですね。確かに。収穫後は加工場へ。洗浄機で大根の土を洗い流した後は、
上野さんの妻聖子さんに教わりながら手作業で皮を剥きます。先に綺麗に剥かんでもいいと。そうなんですか。汚いところ。こういう泥の。はいはいはい、ああ泥のところも。ちょっとチャチャチャって削って。チャ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 。面取りみたいな。はいはい。チャ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 。干す作業は天候に左右されますが、こうした下準備はほぼ毎日するそうです。大根は機械で千切りにして15分から20分茹でます。今はこの大きな専用のケースで一度におよそ100本分を茹でられますが、20年ほど前は半分以下しか茹でられなかったといいます。釜の時はこんな風に積み上げたりとかそういうのはなかったんですか？はなかったね。初見、これあ昔はこれで作って、これで作ってでコンテナにこう移して感じ。やっぱりこう進化するところは進化してて、うんうんうん、こう人が楽になるようにもなってるんですね、うん、人が楽になるし、やっぱり製品もやっぱりいいのができますよね。うん、その分。そうですね。いいものがよりたくさん、うん、たくさんできる。うん、茹で上がった大根を軽トラックに乗せ、いよいよ干し場へ。この道17年の上野さん、40歳の時に脱サラして家業を継ぎました。なぜか目覚めたっていうか、目覚めたっていうかなんかね、やっぱり。周りが頑張ってる若い子が多かったからかな、うん、自分もやってみようという気持ちにもなったしね、かっこいいですよ。だからそれをいかに守っていくかが重要でしょうね。地域で守ってきた日本一の特産品は冬の数ヶ月間で1年分作るため、とにかくスピードが命。すごい、これ2ついっぺんに持ってるのすごいですね。だだだだだ、よいしょよいしょよいしょ、はい大丈夫です。広げる、うん、よいしょ。もう重なりをなくせばいいんですか？はい、そうですね、薄く広げて、はいはいはい。やぐらに広げ終わったら、また茹で上がった大根を加工場から持ってきて広げます。一つの櫓に並べる大根はおよそ1000本分。櫓を2つ使う上野さんたちは、茹でて干すのサイクルを午前中だけでもおよそ10回繰り返しそうです。気づいたらこの青いシートが真っ白になってたから、すごい気持ちがいいですね、うん、すごい湯気が、炊きたてご飯みたい。そのまま食べてみたらどうですか？あ、いいんですか？いただきます。おお、甘いし、すごく柔らかい。全然辛みとかがないんですね。ないですね。茹でたらこの甘みが出るから湯がいたんじゃないですかね。そのままだったら多分こんな甘み出ないですもん。干したら終わりではなく、乾燥のムラや大根同士がくっつくのを防ぐために、4時間おきに大根をほぐす作業もしなければいけません。風が強い時は一昼夜で乾き、綺麗な飴色になるそうです。佐藤アナはお役に立てたでしょうか？完璧ですよ。もう大根引きから積み込みから洗いから素材から全て一生懸命やってもらってありがとうございました。微力ながら。いやいやいや。いやもう皆さんの力強さにも感動しました。1週間来てください。長崎が誇る生産量日本一のゆで干し大根。それは大高地区の伝統を守りたい農家の方々の思いと、手間を惜しまない愛情によって生まれていました。